不思議命中花びら万名怒り文子やいびん FM21 浦新海ある FM21 放送不思議自変父うたびにしえびりちむくくるでいちに放送ソウル放送局やいびん通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてお菓子の、うまい、クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにある、ローマ人日記。沖縄から真実を全世界へ発信するチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援出しております。今夜のメインパーソナリティ私ロッキーテドコンと、はい、こんばんは、カメラをエターパックで送るのってどうよです。はい、続きまして今日、2週間ぶりですか、復活のこの方でございます。あのお医者さんから血圧と体重は落として年内2桁を目指します、けどです。はい、ということで私もかなり耳の痛い、お言葉でございましたが、今日はあの皆さんご期待の HK 仮面は今日もちょっとピッピキピーな事情でお休みでございまして、あ、なんかステムショック引きずってんでしょうね、きっと。そうなんでしょうね。今日はこの3名でまた50分生放送でお送りいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。しかなくて、まあでも先日ちょっとまとまった雨が降ったんですが、ダムの水が増えるところまではいかず、ただ庭木や作物にとってはまさに恵みの雨になったような気がいたします。まあ、私はあの車で走り回っていたんですが、名護辺野古大間村あたりまでは雨降ってたんですけど、これが茶谷あたりからはカラッと晴れておりまして、なんで俺の車は濡れてるんだというふうにね、思った次第でございました。まあ、当然ながらまた洗うっていうことで思いっきり汗をかいて、痩せたかなってほくそ笑みながら、かき氷を食べたらまた体重が元に戻るという悪循環、
いやなかなかズケちゃん痩せないですよね。そうですね、やっぱりあんま誘惑に負けてしまいます。でも沖縄ぜんざいとかうまいんですよね。アイスクリームも美味しいですね。タカさんは沖縄ぜんざいとか食べます？たまに食べますね。ちょっと自分かき氷ってちょっと苦手で、はい、食べると頭ズキンとくることが多いんですね。なのでかき氷よりも自分はアイスクリームの方を好んで食べますね。アイスクリーム、アイスクリームの種類いろいろありますけど、ビッグリップでいうと何が好きですか？ビッグリップですか。そうですね、ビッグリップではあまり食べなくて、ブルーシールで食べることが多いんですけども、自分が好んで食べるのは一番多いのはストロベリーですね。ストロベリー、はい。ザケちゃんは？自分はバニラとさつまいもの上ですね。あれ美味しい。いや、なかなか鋭いですね。はい、私は昔はオレンジシャーベットが大好きだったんですけど、最近はですねストロベリーチーズケーキ、コテコテですね。もうストロベリーチーズケーキがうまくてですね、で本当大好きだったのがビクトリアンチョコレートっていう、これもコテコテに甘いやつがあったんですけど、最近見当たらなくて、で時々季節限定でアメリカンチェリーっていうのがサクランボの季節には出てくるんですけど、これの味がなんとチュッパチャップスのストロベリーの飴と同じ味がしまして、はい、なかなか美味しいなと思ったりするんですけど、最近はビッグディップよりはどっちかというと千日の方に行って山盛りのかき氷を食べるのが、はい、好きになりまして、いや本当に何ですかね、大学生30代の時は前菜なんて食べなかったんですけど、うん、いい年こくとついついそういった方向に走ってしまうのかなと思ったりもしております。でもそんなのばっかり食べてるとやっぱり痩せないんですね、ズケちゃん。なんで我々痩せないんですかね。なんかやっぱ健康指導の時に言われたんですけど、健康指導でやっぱり体質なんですかね、太ってしまうとその体質がやっぱり痩せにくくなると。痩せにくくなる、はい、だから毎日ストレッチとかした方がいいですよということで。そうですよね、重症になりましたけど、ね、やっぱり私もね時々行く検診で医者にいつも難しい顔して言われるのは、田所さんはねとにかくね痩せたら良くなるから何でも全部いいよと、今ね引っかかりそうなものも全部良くなるからとにかく痩せなさいと、へーって言ってその場では頭を下げるんですけど、これが1ヶ月後2ヶ月後来たらすいませんってなっちゃったりするんですよね。まあでもなかなか美味しいものはやめられないということで、ズケちゃん、はい、まあ、ちょこちょこまあ運動でもしに行きますか、水泳とかね。あ、水泳いいですね。水泳いいですよ、すごい気持ちいいですし日焼けしますし、あ、プールもいいですね。そう、たくさんいますか。だけど、はい、ズケちゃんと自分みたいな隣のトトロが2匹でですよ、トトロ体型が2匹で男2人で海に行ってサンゴイル塗り合ってたら不気味ですね。なんかこれ NHK 仮面が混じるとさらに本気度は 250% もう不在でも必ず話題になるいやー本当に大変じゃないかなと思うんですけど、まあ、真面目に今度の夏は、泳いでちょっと運動してみようかななんてね考えております。その時ズケちゃん一緒に行きます？はい、できればプールでお願いします。どうした、なんでプールなんですか、ね、はい、海が気持ちいいですよ、はい、日差しが嫌なんですか。日差しがちょっとマジですか。いや、あんな太陽の光気持ちいいんですけどね。はい、っていう感じで、まあ、真夏の沖縄のアイスクリーム談義でございました。いや、でも本当に甘いものはやめられます。さて、先日うちの、ね、番組の中でも応援している、特定非営利活動法人手だこのお菓子の部門でクッキング手だこっていうところに私訪問しました。でここでは障害を持った子たちが手に職をつけるっていうことで一生懸命いろんなものをね作ったり、袋詰めしたり、チャレンジしてるところでありまして、前々からねずっと、通っててそこの、まあ、入所者の若い子たち一生懸命作ってるのがアップルパイとかマフィンとか、はい、最近ではスコーンも作ってるんですよね。で私ここのアップルパイが大好きで、
一切あのコーンスターチを使っていないアップルパイでですね、全然あの油っぽくもないですし、非常にホットティーと合うっていうことでこの前買って一人で3つぐらい食べたんですけどついつい出来心で、そしてあと紅茶のスコーンもオーダーしまして、袋にね入れて持って帰って食べたんですけど、やっぱ美味しかった。こうしてねやっぱり自分の手に食をつけようって頑張ってる子たち、ぜひ皆さんもやっぱ応援していただきたいなと思いますし、グスクマ通り、浦添市のグスクマ通りのちょうどね真ん中近くに、特定非営利活動法人テダコとクッキングテダコの看板出てますんで、皆さんぜひそこで、彼らが一生懸命作ったスコーンとかアップルパイお買い求めいただきたいと思います。さて、うちの番組っていうのはスポンサー実はないんですよ。つけてない、つけてないっていうか、あえて取ってないというか、実はこれ理由があるんですよね。某純国営放送さんみたいなこと言いますけど、まあ、スポンサーの意向でですね、その放送内容をいろいろ変えちゃったり制限するのは嫌だからっていうのもありますし、結構内容がズケズケ言うもんですからビシッと言うじゃないですか僕らは、はい、そうです。なかなか怖くてスポンサーがつかないということでありまして、はい、で実はずっと前に、この番組が終わった直後にある男性から電話がかかってきたんですよね。で猫なで声でいつも聞いてますって言って、あどうもありがとうございますって、ところでボギーさんいろいろ聞きたいんですけどいいですかって言ったら、あどうぞいいですよっていうことで聞いたら、ボギーさんのこの放送っていうのはやっぱりお金かかりますよねって言うから、そうですね、もうずっと十何年続けてますけど、はい、コストはかかりますよって言ったら、そのお金っていうのはやっぱりスポンサーが出してるんですよねって言うから、えスポンサーなんていませんよって言ったら、またまたまたいつも番組で紹介してるじゃないですか、いやあれはねスポンサーじゃなくて、私たちが勝手にね応援をしてる企業さんであって、向こうからお金をもらって放送してるわけではありませんよって言ったら、そんなことないでしょう、やっぱりもらってるでしょうって言うから、いえ本当にもらっていません、こちらがね勝手に応援してるだけですって言ったら、声のトーンがガラッて変わったんですよ。ゆくしむらびかい、いややった番組のうさねえらん、二度と聞かんからなってガチャンと言ったんですよつまり標準語に直すと、お前は嘘をついている、面白くない、もう二度と聞かないって言ってからガチャンって電話切られたんです。まあ、当然名前も何も言わない七七さんでしたけど、私が思うにはいわゆるスポンサーを見つけてですね、そこに電話をして嫌がらせをねしようっていう腹だったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えば前にこの番組で、確かあれは終戦記念日でしたかね、海浮かばという曲をかけたことがあります。するとね、これを聞いていた、人たち、ある人たちが、ひそひそ話をしてたのを私の友人が聞いてるんですよね。この番組って、右翼じゃないのと。右翼。右翼。右翼なんですか、ズケちゃん。確か仲良くだったと思う。仲良くですよ。だってね、右翼の番組にですよ、テレビ監督先生とか、木名正吉先生が出るはずないじゃないですか。はい。嘘だと思うんだったら過去のライブラリー探したら出てきますよ。テルカン先生なんとこの番組2回出てるんですからね。平和についていろいろ語ってもらいましたけど、ともいきやこの米軍の司令官も出たりしますけどね、はい、だから番組を通じてとにかくみんなで仲良くなってくれたらいいんじゃないかっていうことで、いろんなジャンルの人出しますし、有名な斉藤雅史さん、選挙プランナーのねもう出ていただきましたし、あと木梨正吉さんの時にはすごい盛り上がりましたしね。そうですね、はい、いろんな方々出ますよ。で最近では戸塚ヨットスクールの戸塚先生が沖縄黒谷定期的に出られてますね。戸塚校長は、はい、校長先生この番組大好きで、日本全国どこ探しても俺を出してくれるラジオ番組はここしかないからって言ってましたけどいやなんで
出しちゃいけないのかなって思ったりもするんですけどね、はい、そういう感じでとにかく仲良くしたいっていうことでいろんな方面に声かけて出てもらったりしてるんですけど、決して右翼の番組ではございません。仲良くの番組ですからね。でないと山城ひろじさんと握手もできないですからね。私しっかりひろじさんと握手した写真も動画もありますからね、はい、よく反対派の人たちがデトコンは右翼だとかデトコンはなんとかの科学だとか言うと私が写真をピッて出すと黙りますからね。じゃあお前たちの親民も右翼だなって言ってから、そしたら何も言わなくなるんですよね。ほら返事しろって言うとお願いだから彼とは党が違うのでやめてくださいってブロックされましたけど、まあ彼らブロック大好きですよね。ブロックつみつみ、ネットの中でもブロックつみつみ、そして言論界でもブロックつみつみで、基地の前にもブロックつみつみっていうことね。何かをとすぐブロックですよね。あ、そうですね、はい、もしくはスパムとかそうそうスパムね、ウイルスとか、うん、ちょっと怖いんですけどね、はい、私みずほさんに一度も絡んだことないのにブロックされてますよ。なんでみずほさんにブロックされてるんですかね。コニタンにもブロックされてますよ。コニタンにも全然私絡んだことも遊んだこともないのに付き合ったこともない人にブロックされてますし、糸数恵子先生なんかはお会いして話もしたことないのにテドコンさんって言われましたからね。まあその系統では話が名前が通ってるかもしれないですけどね、本当に困ったもんでございます。いやしかし本当に最近ろくでもないニュースでいっぱい流れてますけど、今日の、タイムス新報さんにでっかく載っていたのが、昨年ですか、この宜野湾の保育園に米軍のいわゆるヘリのパーツがね落下してきたっていう事件、これのいわゆる県警の見解っていうのが出ていたんですけど、まあ、県警の見解としては法令に触れるような問題点は見つからなかったと、法令に触れるような問題点は見つからなかったっていうことで結論を出していますよね。そして米軍サイドではこれは現在運用中のヘリのパーツではないということをはっきり言ってます。なぜならこの保育園に落ちてきたパーツっていうのは実は3年前に、まあ、いわゆる新しいものに切り替わった前のタイプ、いわゆる旧型の、センサーのキャップなんですよね、はい、それにこれかぶせたるだけですんで、このヘリもね例えば飛行場の中でプロペラを回した瞬間に弾け飛ぶんですよ。これその弾け飛ぶって言ったってプロペラがねヒュンヒュン回ってそれが弾け飛んで何キロも飛ぶっていうことはまずありえない。それも3年前のやつが時空を超えて飛んでくるっていうことはないと思うんですけど、これ未だに米軍がやったっていうふうにやっぱり思いたい人たちが未だに騒いでるっていうことと、そういった人たちがやはり子供たちをね盾にしてる部分があるなっていうことをすごくやっぱり感じるんですよね。で今日はちょっと子供っていうことをねキーワードにいろいろ話をしていきたいんですけど、まあ、大人っていうのはいかにこの子供たちの不安を払拭するかっていうことにやっぱり努力すべきであって、子供が子供がって言って子供の不安を煽ってですよ、怯えてる子供たちをね作り上げてそれに指を刺してほら子供が怖がってるじゃないかって言ってそれでやっぱり正当化するってのは私いかがなもんかと実は思っております。まあ、そういった中で今回非常に悲しい事件が起きましたよね、東京の目黒で、はい、5歳児の女の子が両親のこの虐待によってその短い生涯を閉じたっていう事件がありまして、実は沖縄でもね過去似たような事件やっぱりいくつもあるんです、まあ、どこにでもこういった虐待による、まあ、怪我をしたとか、はい、入院をしたっていう話出てきますけど、今回のはもう本当にこの小さな女の子が、このお母さん宛てに手紙を残してたっていうのがもうあまりにも悲しくてね、まあ、そういったものを今日ちょっと話をしていきたいと思うんですけど、
ふけちゃんはこういったあの、はい、虐待とか、はい、子供が親にあのいわゆるそういった目に遭ってるのを見たことってあります？あ、自分は今までにはちょっとないんですけど、まあ、沖縄でもあの産んだ子供をなんかビニールに入れて公園に置き去りにしたっていうのがあって、やっぱこれはもうちょっと何ですかね、ちょっと恥ずかしいですね。はい、そういったありますよね。はい、まあ、結構こういった虐待っていうの話を聞くんですけどね、私も逆に全く子供をね引っ叩くこともない、怒ることもないって親も最近いますからね。そうですね、あのよくショッピング施設のフードコートなんかに行きますと、あの靴のまま椅子に上がっている子どもいますよね。あ、そういった子どもを注意している親って あんまり見たことないですね。前にあの私マクドナルドで、ハンバーガー食べてる時に、まあ、親子連れ2組 あのお母さんと子どもたちが来てですね、この子どもが靴履いたまんまこの椅子の上に登ってバンバンジャンプしたりあの立ったりとかしてるんですよ。でこのお母さん2人はもうおしゃべりに夢中で全然子供にも注意しない。でさすがに周りもなんか言いたげなんだけど誰も言わないから、私ちょっとねあのギッと睨んでこう言ったんですよね。おいお前たち、ここは人が座るとこで靴で登るとこじゃないよ、降りなさいって言って怒ったんですよ。するとお母さんすいませんって言うかなと思ったら、どんな人だと思います？自分のね子供をそばにおいでおいでって寄せてから、変な人がいるから帰ろうって言ってから帰ってきたんですよ。ズケちゃんどう思います？これいやちょっとこれ親が悪いですね。はい、いや絶対私もこれ親があかんと思いますよ、はい、こんなの普通やらんでしょ。はい、こんなのもし目の前でタカさん見たら何て言います？親に、あの変な人はあんたでしょって言い返したくなりますね、うん、それは私のお稲荷さんだってやるんだよ。ですからそんなことやったらまた警察官呼ばれますよね。逆に捕まっちゃうんじゃないかと私は思ったりするんですけど、いや本当に困ったもんでございまして、そういったなんていうのかな、大人になりきれていない子供が子供を産んでるっていう、そういったの結構多いですよね。そうですね、本当になんか子供が子供を産んだ、そういう親が多いのも事実でありまして、まあ、こういったのはやっぱり親の教育はやっぱりきちんとできてないとねダメじゃないかなと思うんですけど、まあ、最近はそのなんていうんですかね、物がやっぱり豊かになったせいか、子供に対する愛情っていうのが子供が望むものを全て叶えてあげることが親の愛情だと勘違いしてる親が結構いるんです。あれが欲しい、これが欲しいって足バタバタさせたら、うんうん買ってあげるって言って買ってあげたり、あの何々のソフト買ってくれないと学校行かないって言ったら、じゃあ買ってあげるから学校行って頑張ってねとか、こんなのが多分いっぱいいると思うんですよ。で私はあの前 PTA 会長でしたから、いろんなところでやっぱ挨拶とかスピーチするときにあのよく言った言葉があるんですよ。あの自分の子供をダメにしたければ子供が望むことを全て叶えてあげなさいと、もう一回言います。自分の子供をダメにしたいのであれば自分の子供が望むことを全て叶えてあげなさい、つまり子供が望むことを要求することを全て叶えてあげれば将来ろくでもない大人になるということを私はあの伝えたかったんですけど、やはり小さい時に我慢、欲しいけどね買ってもらえない、なんで買ってもらえないのかって言ったら、うちのうちはあまりお金ないからあの買ってあげたいけど我慢するんだよっていうふうに言うと、子供は子供なりに、あうちはあんまりお金ないから買えないんだ、じゃあ僕も我慢するっていうふうになるんですよ。そういったことをしないでね、まあ、ある程度余裕があるからっていうことで何でも買い与える、あれが欲しい、はいこれが欲しい、はい、あのこれがだん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 、ね、大きくなってきて高校生になるとオートバイ買ってくれんと学校行かんぞと、はいじゃあ好きなの買いなさいと、で高校卒業すると今度は車買ってよと、買ってくれないと俺大学行けねえよって、はいじゃあ買ってあげるって言って新車買ってもらったり、
こんな子がね、例えば実社会出たらどうなるか。実社会って大人の世界っていうのはやはり自分の思い通りにならないことが大体8割9割じゃないですか。思い通りになるっていうのはめったにないですよ。必ずどっかでやっぱり相反する意見が出てきたり行動が勃発したりとかするんですけど、そういった時にこういったね、今まで何でもやっぱり叶えてきた子供っていうのはどうなると思います？ズケちゃん。そうですね、ちょっと実社会では生きていけない、なんか厳しいですね、はい、やっぱり、ね、この子供の教育だって大切なのは我慢させる、その我慢をするっていうことをね、教えるっていうのがやっぱりこの子供の教育で一番大事なことだとやっぱり思うんですよ。やっぱ我慢をすることをね、分からない子供っていうのは物にしろ行動にしろ、例えば自分が、ね、気に入らないことがあるとすぐ暴発したり、誰々が、ね、オートバイ、いいオートバイがあると俺持ってねえからそれ盗んでこようとか、そういうふうに安易に走ってしまう可能性がやっぱある。これ我慢してる、我慢が知ってる子供だったらお金貯めて買おうと、親に買ってと言えないしっていう感じで一生懸命アルバイトしたりね、働いたりして自分で買ったりとかするんですけど、だからやっぱり苦労人の子供っていうのは結構まともな子供たちが多い。裕福で何でもやっぱり叶えてあげてる子供っていうのは大きくなっても結構ね、厄介な人多いですよね。厄介シージャーっていうのが、自分が思い通りにならないとオラオラって言ってからやるのもいるじゃないですか。いますね。もうオラオラですよ。思い通りにならなきゃ、ならんきゃね、突然連絡を切って関係を絶ったりしますからね。そうですね。困りますね、ああいう人はね。そうですね。はい。はい、早速メッセージが届いております。ペンネーム、オフィスさん。オフィスさん、いつもありがとうございます。さて、ボギーさん、ウトペッカー号のタカさん。病から不死鳥のように蘇ったザケ将軍様、万世。万世ね。万世だと自分復活おめでとうございます。ありがとうございます。そして、どこへ消えたのか、HK 変態工作員 A さん。成敗中。どこかの警察署へ成敗捜索2台を出そうか、迷ってる関東のオフィスです。そうですが、警察ですか。いや大丈夫ですよ、もうすでに500回になってるかもしれない。ズケちゃん、病は気からです、はい、体調をいつも万全に、せっかく貯めたズケちゃんの唯一の財産かっこクエスチョン、何ですかこれ、もしかして死亡のことですか、ね、捨てるのは大変もったいないと思っていますが、いつの日か適度に肉が落ちたズケちゃんの姿を楽しみにしております。さて、選挙期間中につき詳細は控えますが、某ラッパーさんがあるところでトラブルを起こして騒動になっています。そして辺野古でご活躍中の某ツイキャスミラ小僧さん、先ほど、住所を晒された後発狂の報告配信を行っていました。住所晒された、すごいですね、有名人なんですかね、はい、さて HK 仮面さん、あなたはどこへ消えたのですか。どこかで成敗ですか、それともスマホの中の彼女とデートですか。二次元の女の子は HK 仮面さんの助手席には乗せられません。早く却下のために蘇ってください。はい、リクエストはズケちゃん復活祭を記念し、ズバリ下半期の目標一言、ズケちゃんよろしくお願いしますということで、目標はい、はい、体重2桁。はっきりしてますね。体重2桁。それまであと何キロぐらいですか、ズケちゃん。そうですね、あと19キロです。本当ですか。だから水島社長に120って言ったらごまかしだって言われてる。実は私大学の頃ですね、1年半でですよ、はい、30キロ落としたんですよ。1年半で30キロ、いやマジに、はい、1年半で30キロ、あの時一番太ってた時で90
92、93キロあったんですけど、あの一番痩せた時でね、56キロ、56まで落としました。で、あの頃はあの髪もサラサラヘアで、はい、あの上は黒のタンクトップに白い綿パンとデッキシューズ履いてですよ、サングラスやって、いつも砂辺の、 あの海沿いのバーで、はい、杉山清隆を気取ってたんですけどね、はい、そのぐらい痩せていました。しかしついついピザの食べ放題にほだされてですね、こうなっちゃったというような感じでして、あの時どんなして痩せたかっていうと、まずね、自分は1日、あの時は2食ですね、1日2食、朝普通に食べて、昼間は、本当に昼間っていうのはほとんど食べなかったですね。で、夜、あれ食べてました。万南麺っていうのを食べてました。こんにゃくの麺。はい。つけ麺みたいなやつ買ってきて、それ食べてました。で、当然お腹すくじゃないですか、漬けちゃん。はい。すくんですよ。あんなのをね、カップ一杯食べただけでお腹やっぱり満腹するはずないし、はい、もう毎日悲しいぐらい、お腹がすいてシクシクしてたんですけど、あまり好きすぎたら眠れないですよね。あ、そうそうです。そうそう、眠れない。はい、そこで、私がやったのは、ブランデーを買ってきてですね、はい、シーグラムセブンというブランデーを買ってきて、小さいコップの半分ぐらい入れて、クイッと飲んで、そして寝てました。はい、毎日これやって、ぐーぐー眠ってて、翌朝また普通に、はい、ご飯食べてっていう感じでやってたら、1年半で34キロ、ほとんど落ちましたからね。はい。で、これ落ち方っていうのも、漬けちゃん、落とすときですよ。はい。まあ、これ一つ私の提案なんですけど、ただ漠然とやってたらやっぱダメなんですよ。文房具のお店でですね、大きな方眼紙買ってきて、横線は、日付、例えば体重を入れて毎日つけていくんですよね。ああ、日記みたいな。日記みたいな、毎日。はい。で、何か食べた時はそこに注釈で書くんですよ。すると面白いようにやっぱりこうトントントンと落ちてきて、で途中で3日ぐらい全く動かなくなるんですよ。ご飯食べてなくても動かないんですよ。3日か4日ぐらい動かなくて、そこからまたストーンと落ちていって、こういうふうに階段のように落ちていくんですよね。で、それで自分は今何キロ減ったっていうことを目で見てやってましたけど、そろそろこれやっぱり復活しようかなって思ってますけどね。私も、ずけちゃんもこういうやり方どうですかね。あ、でも今も毎日体重はつけてますね。やっぱり棒グラフがいいですよ。まあ、棒グラフがいいですか。棒グラフ、見える、自分の部屋の見えるところに貼ってですね、はい、毎日ここに入れていくんですよ。点をつけて、はい、で赤いマジックでそこ引っ張っていく、ボールペンでですね、すると自分が減ってるのか増えてるのか止まってるのか一目瞭然。ただ数字の羅列だけだとちょっと やる気がないっていうか、やる気が出ないっていうか、いまいち漠然としちゃうので、やっぱりグラフでやるのが一番いいかなっていうふうに思ってます。私もここまでやっぱりラジオで宣言するとやらんといけないかな。はい、頑張りましょう。ね、頑張りましょうね。このラジオのね、今日聞いている石鹸男宮城さんみたいにシャトーボクシングでもすれば、それは痩せるかもしれんけど、僕らにちょっとそれ無理ですしね。はい。タカさん、どんなしてダイエットしてます？あ、自分は炭水化物を減らしてますね。おう。ええー。食事は炭水化物じゃなくて、まあ、肉、魚、野菜を中心にして、なるべく炭水化物を取らない。もう、ご飯とかは、3食あるうちの1食だけに絞るとか、そういう風にして炭水化物を減らして、まあ、自分はそれ始めて1年半で11キロ体重を落としました。おー、すごいですね。ほー。タカさんがでもまん丸してるの全然記憶にないですからね。結構、ピークの時は、80キロ以上ありましたね。ありました、全然記憶ないです。今、姿そのまんまでね。
頭にマナティーのカバリングした完璧だなと思うんですけど、それでトラックの前に飛び出したりしてね、はい、ということでかなり話は脱線してしまいました。あの、お弟子さんありがとうございます。ここで一曲行った後にですね、先ほどのあの子供の虐待について、そしてその小さな女の子が残した最後のメッセージをご紹介していきたいと思います。本日最初のナンバー、そうですね、何かけようかなと思ってたんですけど、これから行ってみたいと思います。結構古いナンバー、 J-Walk の何も言えなくて夏。はい、思いっきり夏気分の音楽でしたね。うちの BGM もずっと真冬でも山下達郎ですからね夏は涼しく、冬は早く夏を来いっていう気持ちで山下達郎かけてますけど、さて今回のこのね、5歳の女の子の、事件、本当にあまりにも不便すぎます。東京目黒区のこの事件、このいわゆるお母さんの連れ子だったんですよね。でお父さんは、まあ、後からまあ結婚した方でありまして、その他のまあ記事を見ると、お父さんが虐待をしているのをお母さんはもう見て見ぬふりをしていたということで、まあ、それでもやっぱり子供にしてみると、母親母親最後にやっぱり頼りにする存在だったと思うんですよね。まあ、そんなあの女の子が、亡くなる前に、まあ、書いたっていう手紙がまあ見つかってるんですけど、まあ、この5歳の女の子、朝の4時に起きてひらがなを書く練習させられてたっていうんですけど、普通しますか？朝の4時から。いや、ないです。しないですよね。朝の4時に起きるっていうのもしないですよね。そうですね。朝の4時に起きるってサラバンジじゃないですか。あの浜比嘉島から大山通っているっていう、4時ぐらいに起きて5時にはスタートをしてるっていうような感じだったら分かるんだけど、小さな女の子は朝の4時ってかなりきついかなと思うんですよね。まあ、その女の子の最後のやっぱり言葉っていうのね、あの右とか左とかね、賛成とか反対とか、保守とか革新とかね、与党とか野党とか、そんなあの垣根越えてね、やっぱり聞いてほしいんですよね。沖縄県にいつまでそんなことでね、あのお互いにそっぽを向いたってしょうがない。やっぱり守りたいものっていうのは共通した部分があるんですよ。まあ、それをね、改めてやっぱり認識してもらうために、この女の子の最後のメッセージっていうのをちょっと読んでみたいと思います。ママ、もうパパとママに言われなくても、しっかりと自分から今日よりかもっと明日はできるようにするから、もうお願い、許してください、お願いします。本当にもう同じことはしません、許して。昨日全然できなかったこと、これまで毎日やってきたことを直す。これまでどんだけアホみたいに遊んだか、遊ぶってアホみたいだからやめる、もう絶対絶対やらないからね、絶対約束します、もう明日は絶対やるんだぞと思って一生懸命やる、やるぞ。5歳の女の子が最後に残した手紙ですよ、ね、5歳の女の子がこんなこと書いて、その後父親の虐待暴力を受けて天に召されたっていうのがね、まあこういった小さな子供っていうのは日本の未来を背負っていく宝物ですよ。それをこうしてやっぱりむざむざね、むざむざその命を費やさせてしまったっていう、我々
の責任、これはっきり言って暴力を振るったやっぱりご両親悪いと思いますよ。しかしそれはやっぱり止められなかった、その命を救えなかったやっぱり周囲の人たちとか、あと行政、そのシステムとか、それってやっぱり問題あると思うんですよ。で、日本の悪いところは誰かの命がね失われないと何も変わらない。ずっと前に飲酒運転でね追突されて尊い命がなくなった、それから初めて飲酒運転についての罰則強化とかが強化されたじゃないですか。常に何か人の命が失われないと何も動かないっていう、そんなことはやっぱりやっちゃいけないし、こうしてね小さな女の子の命が失われた、そして周囲にはそれを助けるチャンスが何度もあったんです。児童相談所もねこれを把握してたんですよ。しかし親がね連れ戻していったっていうんですよね。アメリカだったら多分こういったことないと思うんですよ。アメリカでは強制的にやっぱ親から引き離すとかそういったのもあると思うんだけど、なんで日本でそれができないのか、そして周りがねそういったことにやっぱり気づいてて児童相談所に通報もしたって言ってます。しかしその情報っていうのがやっぱり生かされなかった。やっぱりこういった街中歩いてても子供の泣き叫ぶ声とか、あこれ絶対に虐待してるなっていう声聞こえるときってあるんですよ。そうやってやっぱり一般市民の情報っていうのをやっぱり行政が吸い上げなかった、吸い上げることしなかったっていうことであれば、これはもう本当にそういった児童相談所の存在そのものを疑われてもしょうがない。そして何よりもこうして大切な命が失われて日本の未来が一つこうしてついえてる、その時に国会でですよ、森かけとか総理の奥さんがとかね、麻生大臣がとか、こんなことをやってるっていうのはいかがなもんですか、正直言って。はっきり言って盛りかけなんかやってる場合じゃないですね、ずけちゃんね。そうですね、もう今北朝鮮だとかまた消費税とか、はい、たくさん問題あるはずですけどね。いや高さん、本当に今の国会ですよ、こういった事件をね全く見向きもしないでやっぱり盛りかけに走るんであれば、こういった政治家正直言っていらないですよね。もうそうですね、国会議員の資格も剥奪してやってもいいぐらいですね、こういったことやってるのは。しかも今回野党ってついこの間まで何十日間も国会審議拒否して休んでいて、それで給与もらってるんですから、我々税金を払ってるものとしては一体何なんだって思ってしまいますね。特にこの5歳っていうのはちょうどね小学校入学直前ですごい可愛い頃なんですよ、ね、何にでも興味示して何でも笑ってくれて、お母さんママパパって後ろから一生懸命ひよくみたいについてきてですよ、自我に目覚めて一生懸命鼻の絵とか描いたり見せてくれたりね、これこれ幼稚園でできたよって自慢したり、そんなする年頃ですよ。そんなちっちゃな子供によく暴力増えたなと思うんですよね。いやーこれってね、やっぱり殺人罪適用されてもこれも私はもう当然だと思うんですけどね、今の日本の刑法ではそこまでやっぱりいかない。そもそもやっぱりこういった虐待などがあった時に親元から強制的にやっぱり引き離すような強制力のある法整備ってのはやっぱり必要でしょうね、今後ね。そうですね、しかも5歳ぐらいの時って結構周りの大人の真似ってする子多いと思うんですね。自分もそうだったんですけど、例えば自分が5歳の時です時のことを考えてみますと、当時自分の父親が車運転してた車がマニュアル車でシフトを
まあ、レバーを、動かす動作あるんですけども、それをちょっと見よう見まねで、自分も手で、まあ、実際にシフトを握らないんですけども、手で、真似たり、その動きを真似たりとか結構していたので、もうこういった時期に虐待とかを受けてしまいますと、子供が大人になった時に、また自分の子供を虐待してしまう可能性っていうのは極めて高いと思いますね。だからね、こういったもう本当に、痛ましい事件が起こるたんびに、やっぱ大人っていうのはもっとできることをやらんといかんなんと思うんですよね。そして子供っていうのはやっぱ親選べないんですよ。もう命をね、受けた時に目の前にいる方がやっぱ親ですから、その親が自分を守ってくれない、それどころか、自分をやっぱ痛めつける、そして命を奪う、こんな悲しいことないですよね。だから今、国会でね、審議をしたり、本当にもう情けない18連休とか取ったような人たち、もっとね、国民のためになること、日本の未来を潰さないためにね、何をすべきかよく考えてくださいよ。安倍首相を辞めさせたりね、麻生大臣を辞めさせたら世の中良くなるんですか？そうじゃないんですよ。そしてね、普段、何か事件が起きてね、女性がレイプとかされると出てくる人権団体とか、ね、人権や弁護士の皆さん、なんで黙ってるんですか？おかしいですよ。沖縄ではね、人の命っていうのは平等じゃない。なぜかというとね、沖縄では加害者の属性によって人の命の重さっていうのは変わるんですよ。これがね、同じ沖縄県民同士、県外の方、観光客などとね、トラブルを起こして命が奪われてもね、何も騒がない。でも加害者がね、米軍人とか米軍関係者だったら県民大会開くまで大騒ぎするじゃないですか、沖縄っていうのは。自分そういうの見るたんびにね、この沖縄っていうのは本当に残酷なところだなと思いますよ。そして普段人権とかね、なんだかんだ言ってる人たちは、今回のこの小さな女の子の事件、ぜひね取り上げて、右とか左とか垣根を越えてですよ、ぜひ声を上げていただきたい。そうすればね、右とか左とか保守とか革新関係なく、みんなで一致団結できると私は思いますよ。ぜひね、普段そういったことをやってる人たちはこういったところに目を向けてください。加害者が米軍人とか米軍関係者じゃないと動かないというのは、こんな情けないことをやらんでくださいよ。もっともっとね、もっともっと日本の未来を守ってほしいなと思います。さて、またメッセージ届いております。はい、これはペンネーム、広川原さん、いつもありがとうございます。はい、これなんと新潟県知事でですね、特定公募応援の掲示板作成を園児に手伝わせたと。園児、10日投開票の新潟県知事選をめぐり、同県柏崎市の桜内市長は7日緊急の記者会見を開き、私立保育園の20代の女性保育士8名が女性保育士が8人の園児に対して、特定の立候補者を応援する掲示物の作成を手伝わせたと言ったと発表し謝罪した。公職選挙法は公務員が地位を利用した選挙運動を行うことを禁じていると。いやー、しかしすごいですね、これ。20代の女性保育士、私立保育園の告示前の5月17日の保育時間中に、縦1メートル、横1メートル80センチの掲示物にチューリップの花に見立てた手形を園児に押させたほか、顔の形をした紙をそれぞれに園児に配り、子供の顔を描かせて掲示物に貼り付けた。市はどの子を応援する掲示物だったかは明らかにしていない。掲示物の作成には3人の保育士が関与しており、園長も作成を容認していた。ひどいですね。なんで
こんなことばっかりやるんですかね。そうですね。しかもそのやらされていた子どもたちは絶対事情を知らないと思いますね。それをうまく利用してこういうふうに違反行為をしていたっていうことを、違反行為を大人がしていたのでは、本当大人としての示しがつかないと思います。そう。こうしてね、子どもやっぱり利用してほしくないんですよ。沖縄でもね、基地反対のために子ども利用するじゃないですか。ね、普天間第二小学校。今、ね、ヘリが飛んでくるたんびに避難とかしてるって言うんだけど、これね、3年前、去年の以前はどうだったかって言ったら、そんなことやってないですよ。ずっとね、普天間基地ができた後に小学校ができて、その頃から避難訓練とかやってます？ヘリが来るために逃げてますか？してないんですよ。こうして大人がね、子供のやはり恐怖心を煽ることをやって、そのね、恐怖のおののく子供たちをね、刺して、ほら、子供たちが怖がってるんだぞって、こんなやり方で基地反対運動をね、アピールするっていうのも本当にやめにしてほしい。大人っていうのは子供のね、不安を払拭する。実際不安な部分があったとしてもね、子供にそれは伝えずに、やっぱり、大人がね、体を張って守るもんなんですよ。それを子供を出しにして、子供の不安を前面に出して、ほら、子供がって言って、やる今の基地反対運動、私心からね、やっぱり軽蔑します。正直言ってね、大人として、教育者として、ね、元 PTA 会長として、今のね、こういった反対派のやり方っていうのは絶対に容認できない。あ、で、今日、ちょっとこの、はい、自分、嘉手納の、ちょっと飛行場を見に行きたかったんで、嘉手納の道の駅に今日行ったんですけど、平和学習の中、小さい小学生みたいのが、平和、はいはいはい、まあ、大人と連れ添って平和学習してるんですけど、やっぱり出てくる話がちょっと反基地の話題ばっかりで、そうですね、そういった部分もちょっと注意だ ね本当に教育者の皆さん、本当に子どもたちに、ね、はい、反基地思想ばっかり植え付けてね、本当にそれでいいのかって私思いますよ、ね、何もわからない子どもたちに反米、反基地、反政府、反オスプレイ、そんなことをね教え込んだ僕そういうの子供をわざとね、飛行機のうるさいところに連れて行って、作文書かして、飛行機怖かったですっていうの書かして、北総務、小学校の担任の先生、本当にね、教育者として失格だと思いますよ、私は。子供に、もう、米軍基地はいらない。辺野古に滑走路は絶対に作らせないと書かした小学校のね、担任の先生、どういう恥を知りなさいというのを私言いたいなと思います。子供はそういったところから遠ざけてね、大人が守ってやりましょうよ。それが本当の教育、健全育成だと私は思っております。ということで、今夜の、これで終了させていただきます。今日はズケちゃんの復活祝いだったので、ちょっと真面目な話になっちゃいましたね。まあ、また HK 仮面が復活しましたら、またみんなで思いっきり弾けたいと思います。今夜も最後まで皆さんありがとうございます。そしてタカさん、どうも今日もありがとうございます。ありがとうございました。スケちゃんまた来週もよろしくお願いします。お願いします。ということで、今夜のワンルーム5人で終了させていただきます。皆様、誠にありがとうございました。おやすみなさい。